今回やっていく、マインクラフトは、前回作ったクリーパートラップを、魔改造し、攻撃を倍増させた。ぜひ最後まで見てね。どうも皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今回はトレーラーの通りに前回作ったクリーパートラップを魔改造して、効率を超アップさせます。おっ、頑張れー。最初に遮光ガラスたるものを作っていきたいんですけど、それには、アメジストというアイテムが必要です。なのでアメジストの採掘場を作っていきます。で、アメジストはどこにあるんだ？ここから降りると。アメジストの部屋に繋がっているんだよね。まずはこの部屋を正方形にしたいと思います。そういえば、どうして遮光ガラスが必要なんだ？遮光ガラスは、光を通さない性質なのでモブが湧いているところを見るとこができるんだよね。へえ、そうなのか。こんな感じかな。おお、いいんじゃね。だよねー。すげーイケてるブロックがたくさん集まったので、これを使って家を作っちゃおうかな。ってことで完成しましたー。おお、霊夢の割には綺麗にできたな。こだわりポイントはなんだ？まず中に入ってください。内装はこんな感じです。そしてこだわりポイントは、地下だと光がなくて寂しいじゃないですか。はしごを登ると。ちょうどガラスがあって綺麗な青空を見ることができます。まあそんな感じだな。それじゃあ、すべての準備が整ったので魔改造トラップ制作をしていきます。ついに完成させました。お疲れ様です。マジで時間かかった。トラップドアを1000個以上使ったよ。ってことで30分くらい放置します。
から30分ほど経過しました。どれくらい火薬が溜まってるのかな。3スタック半か。1時間放置すれば7スタック。これは激ヤバ装置を作ってしまったな。ご視聴ありがとうございました。次回は TNT を使ってネザライトを探していきたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。